今日参議院本会議で、いわゆる給付型奨学金を可能にする法案が成立して、再来年から、その奨学金をですね、国が学生に与えると。今までは貸して返すっていう、その奨学金しかなかったわけですけれども、今度はその国がその返さなくてもいいという奨学金を出すと。で、これが全会一致で可決されたんですね。で、その教育にお金をかけるとかね、この子供にお金をかけると、この頃大流行りで、なんか小泉進次郎さんは子供保険とかよくわからないものを提案して、民進党は子供国債ね、それで自民党は教育国債で、今度はこの給付型奨学金、全会一致って誰も反対しないわけですよ。それはそうですよね、子供のために、未来のためにってね。そのお金はどうするんだろうっていうのは、それは当の子供が払うわけだけども まあそれはいいじゃないのと いうことで、まあ、政治家の皆さんね、これからこう選挙区で人気取りするのに、公共事業ってね、もうちょっと種がつきちゃって、で、老人福祉ってこれ評判悪いから、今度は子供で行こうと もう与野党共に行こうとね。ほんで、橋下徹さんなんかもう憲法改正しようって、もうとんでもない話が出てきてね。この間僕、橋下徹さんとね、テレビ朝日の番組でこれ討論したんですよ。彼はその憲法を改正して、教育を無償化すべきだとおっしゃるわけですね。で、その財源どうするんですかって言ったら、まあ、それは当然もう税金、最終的には税金、まあ、当面は国債ですよね。まあ、それいくら財源かかるんですかって言ったら5兆円、ね、5兆円ってのは今の文部科学省の予算がほぼ倍になると。で、それは誰が払うのかっていうか、まさに党の子供が払うわけですね。で、この問題は要するにそういうふうに向こう50年ぐらいのスパンで考えると、子供に使う教育費を結局その子供が払うわけですよ。で、それはね、その子供が最初から了解してるなら全然構わないわけだけど、当然まだ生まれてもいない子供もいるわけだから、その子供は自分たちの教育にどういうふうにお金が使われるかということは了解してませんよね。で、民主主義の基本的なルールというのは、代表なければ課税なしというね、これはアメリカの独立戦争の時の有名な言葉ですよね。子供っていうのは国家に代表を送り出してないのに課税されちゃうわけですよ。で、これってね、やっぱりもう基本的に民主主義のルールを踏み外してるわけですよね。で、まあそれは国債がもともとそうだって言えばそうなんだけど、それはもうそろそろね、これまずいんじゃないのっていう話になって、あの安倍政権でさえね、プライマリーバランスクールにしましょうなんていう、最近言わなくなったけど一時言ってたわけでしょ。まあ、それをね、今度は与野党を含めて財政赤字もっと増やしましょうっていう全会一致で決めちゃったわけですよね。本当にこんなことやってて、当の子供はね、喜ぶんですかね。で、僕はね、結局これは子供っていうのを出しにして、大人がお金使いたいだけですよね。奨学金って言ったって現金ですからね。別に現金に色はついてないわけだから。ね、大学に使う金が浮いた分は、お金の親がね、パチンコに使ったって構わないわけですよ。で、その結局子供が負担するわけでしょ。で、子供は自分たちの教育にどういうふうにお金が使われるかっていうことについては、例えば大学に行く子供はいいかもしれないけど、大学に行かない子供は半分以上いるわけでね。じゃあその子供たちは自分の関係のない大学教育に自分たちの払う税金が使われることを了解してるのかと、当然してませんよね。つまりね、これは基本的にこの民主主義っていうものがこのままの状態ではもう一番大事な税金という点で、その基本的なルールを踏み外してしまうんじゃないかと。それをね、僕はこの機会にもう一度考えた方がいいんじゃないかと思います。